今夜熱血授業で大反響を呼んだあの先生が再び教壇に立つ。こんにちは。今日はですね、ちょっと楽しみにしてたんですけども、株式会社刀の森岡と申します。現代最強のマーケター森岡剛。低迷していたユニバーサル・スタジオ・ジャパンは日本のアニメや漫画を取り入れるという大胆な戦略で驚異の V 字回復。西武園ゆうえんちは古さを逆手に取り昭和の世界観を打ち出す戦略でチケット売り上げがコロナ前の13倍。さらに森岡が就職活動に悩む娘のために綴ったキャリア形成の必勝本は40万部突破のベストセラーに。今回はそんな森岡のもとに悩める高校生が集まった。今日本人が絶対に聞くべき話。物事自信がついてから何かをやるっていうことは多分ないから、人生。わかります？そのやってみて初めて自信がつくものなので、それ感じるなとか感じないようにしろっていうのは無理です。もう感じてんだから、そう思った瞬間に腹の底で信じてることを喋ればいいんですよ。僕の吃音が私の人生の可能性を奪わないところまでは何とかなったように、きっとなるんですよ。なるんです。あなたの人生の勝ち筋が見えてくる情熱と涙の熱血授業。今日はいろいろなお悩み多分あると思うんですけど、こんな51歳のおっさんがね、皆さんにもちょっとだけ先歩いてるだけで、私自身いろんなことでずっと悩んでる最中です。SNS 見たらみんながいい話しかしてないから、みんなすごいな私ってって思うかも分かんないけど、みんな悩んでます。当たり前ですよ。僕だって悩んでるし、みんな悩んでる、大人だって悩んでるんだから。なんで悩む自分は全然正常だし、悩んでいいんだと思ってください。で、悩んだ時に行動に移せないっていうことが、実は若い時に一番本当は避けてほしい。行動する限りはいい方に、自分が望む方に転がって生きうるんだっていうところを、ちょっと前向きな気持ちでですね、言っていただければありがたいなというふうに思っています。悩みに縛られ止まったままでいるのか、勇気を持って一歩踏み出すのかで人生は大きく変わる。今回は森岡がその行動に移すためのヒントを教えてくれる。悩みを抱える高校生一人目は藤原さん。はい、自分が今一番悩んでるのが、はい、僕朝起きるのすごい苦手で、学校をよく遅刻したりたまに休んじゃうことが結構あるんですけど、僕は学校教育自体にそんなに意義が感じられてなくて、なんか母親は割と常識だとか規律だとかに縛られる人で、なんかそのせいでよく口論が起こるんですよね。今日お母さん来られてるんですよね。はい、います。お母さんのご意見で聞けますかね。いつもお世話になっております。実は私料理研究家をやっておりますミキママです。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。すいません。実は今回ぜひ森岡に相談したいというミキママ内藤大輔、新山千春が別室から授業参観。料理研究家というこのマーケットは超レッドオーシャンなんです。レッドオーシャンで超競争が激しいんですね。この中で活躍されているお母さんというのは実はね、相当すごいんですよ。なので嬉しい。いやもう私ついさっきまで喧嘩したんですけどもうまず朝起きないんですよ。もうそれが本当腹立って、たった朝9時に学校行くだけのことはなんでできないのっていう。もうぶち切れて、この喉枯らしてるのはこれ毎日怒鳴ってるからですよ。もう受験勉強に切り替える時期なので、もう今毎日勉強しなさいってめっちゃ言ってます。息子さんは勉強はどんな感じでされてるんですか？自分としてはなんか毎日継続してやるのが苦手なので、僕はなんかどちらかというと一日気合い入れてガッてやって、その次の日はなんかやりたいことするみたいな方が多分自分に合ってるし、その方がモチベーション続くなって思ってやってるんですけど。でもちょっといいですか？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 いや私勉強をやった分だけ結果が出ると思ってるんです。もうコツコツやった人が勝てる、
亀が勝つんですよ。ウサギは負けると思って学校に行くのも勉強するのも自分のペースで自由にやりたいという藤原さん。一方、ミキママの主張は規則正しく勉強は毎日すべき。2人の意見は平行線をたどり、毎日喧嘩が絶えないという悩み。僕が今受けた率直な印象は、両方の立場がすごくよくわかるんですよ。実はね、私低血圧なんです。めちゃくちゃ低血圧、朝起きるのめっちゃ辛いんですよ。お母さん朝一発で一撃で1秒でなんか目が覚めそうな感じでね遅刻してこないです。体質的なところもあるのでただね、お母さんが言ってることのね、このその表層を捉えると、私の言うことに従いなさいっていうふうにもしかして取られてるかもわからないけど、息子さんのこの未来のためにお母さんの中の成功パターンっていうのがあって、それを息子さんに伝えたいと思ってるんだと思うんですね。それは多分息子さん分かってるんですよ。分かってるんだけど、その方法論で強いられると自分にとってはちょっとやる気失うし、この圧力が起こってる。どこの家庭にもありますね、これは。まず親子それぞれの心情を汲み取った森岡は、この2人の圧力にマーケティングの手法でアプローチする。そのキーワードは意外な言葉だった。僕はマーケティングの基本は人間の脳の構造をよく理解して、脳の構造に沿ったマーケティングをやることによって成功確率を上げるというのが僕の考え方なんですね。そこで学んだ脳の構造の話なんですけど、基本的に脳に何を覚え込ませるかっていうことなんですよ。一つはね、お母さんが言うその規律ある生活の良さです。これちょっと僕これ昔僕の知り合いがまさにこういうことを人生で体現してるのを横で見てたんですけど、結局これ頑張ったってね、これこっち頑張ったと、めちゃ頑張った、これ結果が出た、でこっち反対ですね、こう結果が出なくて頑張らなかったですよ。森岡が黒板に書いたのはこの図。ここに夢を実現するのに必要な考え方が。長期的に考えたら、自分が欲しいもののために頑張った方が結果が出やすいことは皆さん分かりますよね。頑張った方が結果が出やすいっていうのは一般的に正しい確率なんですよ。だから、欲しいものが出た時に頑張れる自分になっていた方が人生自分の思い通りになりやすい。これ分かりますよね。そうすると自分の脳に何を覚え込ませるかっていうのはすごい大事で、自分の脳に何を経験させるか、これを意図的に仕込んでいくんです。で、一番経験しなくちゃいけないのは何なのか分かりますか？これ頑張った結果が出たって、ここは望ましいでしょ、ね、ここの経験いっぱいあった、これいわゆる成功体験ってやつですね。確かに望ましいです。ただね、もう一個望ましい体験があるんですよ。あるいは絶対これは僕は避けたい体験、これを覚え込ませちゃダメだっていう体験があって、どこか分かります？聞いてみようかな。どこが一番脳の経験としてやばいと思いますか？あ、頑張って結果が出なかった。ああ、そう思いますか。これはね、僕はこれはいい経験だと思ってるんですよ。頑張ったけど結果が出なかった、こういうことあるんです。でもね、一番やばいのこれなんです。これは、ね、絶対やばいと思う。頑張らなくて結果が出たら、この人ね、脳が覚えちゃうんですよ。頑張らなくて結果が出るってこと覚えちゃったら、この人ね、頑張るという習慣が身につかないんですよ。ここは勝負っていう時必ず来るんですよ。その時に頑張れる自分であるために、自分の欲しいもの、大事なものを目的のために、これ頑張らなあかんと思った時に頑張る、やっぱ習慣が必要なので、その習慣っていうのは頑張った結果、結果が出た、これはいい経験ですよね。でも頑張ったけど結果が出ないっていうのは、これみんな恐れてるんだけど、これ恐れてるでしょ。なんか俺っていけないんじゃないか、私ってダメなんじゃないか、自分の限界見ちゃったみたいな、それを恐れてみんな頑張らない人多いんですよ。でも違うんですよ。頑張った結果、結果が出なかった時には、実はこの人たちよりも経験を積んでるんで、なんで結果が出なかったのか、ここにはですね、学びが残ってるんです。この人はここで得た経験をもとに、実は次ここに行く確率が高い人になるんです。結果が出ない時もあるけど、結果が出る時もあるんです。で、この体験をするためには頑張らないとダメなんですよ。わかります？この体験をするためには、ここは避けて通れないんですよ。頑張らずに結果が出ると、脳が頑張らなくても大丈夫と錯覚してしまう。しかし、
脳に頑張る習慣を覚えさせれば、たとえ結果が出なくても、そこには必ず学びがあり、そしてこれを繰り返していけば、成功への可能性を高めることができるのだ。親のできることって、子供にいろんなことを気づいてもらうことぐらいしかできないんですよ。なんていうのかな、藤原さんの気持ちはすごくわかるんだけど、お母さんが言おうとしていることの中に僕は普遍性があると思います。だから訳もなく規律を押し付けてるわけでも、ルールが正しいと思ってるわけでもなく、勝つ確率が高いパターンがあるということを藤原さんに伝えたかったんだと思う。わあ、それが言いたかった。言ってくれた。目的が出た時に、その目的に対してたどり着くための好ましい、その確率を上げるための好ましいその行動のパターンを脳に覚え込ませる。これが勝つための習慣化なんですよ。習慣っていうのは勝つ確率が高い行動が好ましいんですよ。自分の脳に何をすり込むかなんですよ。そういう意味で朝起きるのがコントロールできた方がコントロールできない人よりも成功の確率が高い。多分お母さん正しいと思う。朝起きるだけじゃなくて、学校にあるいは職場にちゃんと規律正しく行った人の方が周りからよく見られるとか、あるいは何かが学ぶチャンスが広がる、確率的にその方が成功に近づくっていうのは確かに正しい。さりながらそれはね、これ藤原さんの人生なんですよ。でお母さんはどこまで行っても心配することしかできないし、藤原さん自体が何を望むのかですよね。なぜなら親のできることっていうのは、子供にオプションを伝えること、こういう考え方もあるよ、こんな経験もあるよ、こんなことあるよ、いろんなことを見せるっていうことと、見守ることと受け止めることしか僕できないっていうのが、私自身の人生の中で子供を育てた期間のいろいろなことあって、僕の反省点なんですよ。僕自身も結構過干渉になってしまったこともあって、でも結局子供はもう言うことを聞かないもんですよね、やっぱり。で振り返ったら僕もそうだったんですよ。だからなんかね、結局親はなんか切ないんだけど、親はやっぱ見守って受け止めるしかないので、まあ、唯一子供さんが親の言うことには一理あるかもしれないなっていう前提で、一応頭で理解してくれるところまで差し込めば十分なんじゃないかなっていう気がします。分かった上で選んでください。でそれはお母さんの言う通りにしなくても僕はいいと思う。でもね、自分がやっぱり瞬発力の人間だと、コツコツやるよりもブーンって勉強した方がパワーが出るんだって思ってるんだったら、それで一回限界まで本気でやって結果出してみたらいいと思う。僕は多分お母さん分かってくれるんじゃないかなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。はい、いや、いいこと言ってくれる。ありがとうございます。はい、どうぞ。ですか、沖縄に本校を置いてる N 高等学校から来ました、大杉です。 N 高校、日本最大の高校でございます。あ、そうですね、はい、私は今生徒会長という役割に。 N 高の生徒会長様ですか。はい、生徒会長にちょうど2週間前に任命式で任命していただいたので。おめでとうございます。ありがとうございます。 N 高って何名います、生徒。約3万人の生徒がいる状態。なんか2個師団ぐらいの規模がすごいですね。はい、N 校の生徒会長に就任した大杉さんだが、最近人間関係で気になっていることが。いろんな生徒さんの声を聞く機会があって、まあ、活動で知り合った知り合いの方はすごいたくさんいらっしゃるけど、その代わり例えばリアルで会って話したり、腹を割って話したりできる友達が数名しかいないだったり、友達が多い方が良いみたいな風潮があるなと感じていて、森岡さんはそのような時に何かしら思うことって。あ、友達ですか。これはすみません、私率直なご質問いただいたので率直に答えますね。はい、友達の定義って何なのかっていうと、できるだけちょっとシンプルにいくと、利害関係を、持たない、はい、つまり儲かるからとかお金もらえるからとかそういうことが介在しない、自分にとってすごく、気の合う好きな相手ですよね。友達はまあ少しなら、いた方が幸せにはなると思います。でも僕は友達はね、少しならいた方がいいんだけど、はっきり言うとごめんなさい、これ言っていいのかな、ごめんなさい、もう皆さんにお任せしますけど、はっきり言って友達いなくてもいいと僕は思ってるんですよ。簡単に言うと、いてもいいけどいなくてもいいと思ってるんですよ。
なんかね、森岡の友達はいらないと言ったってなんか耳出しが出ると、ちょっとまずいんだけど、友達はいらないとは言ってないんですよ私。ただ友達はいなくてもいいって言ってるんですよ。でなぜかというと、友達とは人生を一緒に旅できないからです。結局は利害関係がないということは目的を共有できないということなんですよ。わかります、はい、で自分の人生やりたいこととかやらなきゃいけないこととかできた時に、友達にもそれはできていくわけですよ。友達と自分の目的が違う、利害関係がないと目的を共有してないから利害関係がないんですよね。利害関係がないがゆえに話せる内容があるんですよね。だからたまに会う友達との話は面白いんだけど、でもね、もうちょっと先の未来の話しておきましょうか。僕あんまり昔のその友達グループの集まりって僕あんま好きじゃないんですよね。まあまあちょっとネガティブになるから、ぶっちゃけ言うと皆さん分かると思うんですよ。なんか同じ話ばっかりしてません？なんかあの時の大学でさ、こいつがこうやってさ、こうでこうで、ああそうだったね、そうだったね、これ前もこの話してで僕はね、なんかそんなね、同じ話、14回その話聞いたけど15回目その話聞く意味ないじゃんと思うわけですよ。友達が少なくても悩む必要はないという森岡。なぜなら人生で何かを叶えるときに友達以上に頼れる存在なのは、必要なのは仲間です。仲間と友達は僕は違うと思ってます。仲間っていうのは目的を共有している人です。その意味での利害関係はあるんですね。僕もあんま友達作るの上手じゃないので分かるんだけど、そこで感じる孤独感とかなんか疎外感みたいなものっていうのは飲み込みつつも、冷静に考えたら今自分がやりたいこととかやるべきこととかに一生懸命になって自分の目的を追求する人生を歩いていくと、同じ目的を追いかけてくれる仲間は見えてきます。その人たちと一緒に同じ目的という獲物を追いかければいい。一度同じ目的を追いかけた仲間の間に信頼関係ができたら、目的を達成した後もね、実はこの仲間がね、友達になってくれます。今日いろんな方来ていただいてて、国民の期待に応えてくださった内藤さんの息子さんがいらっしゃると、はい、日本大学の生物神学部通ってる内藤亮です。お願いします。お父さんは私を本当にワクワクさせてくれましたとかいろいろ言われていろんな思いしたんだろうなとか、なんとか思うんですけど、ちょっとだけ興味で、内藤、あのボクサー内藤さんの息子さんがお父さんどう見てるかちょっと聞いていいですか？ちょっとものすごく興味があるんで。やっぱ世界チャンピオンに、はい、なのにすごい苦労したのを分かっているので、僕には自分ほど苦労して生きてほしくないと思ってると思うんです。だからそのために大学入れてくれたり、あんま行ったことないんですけど、ちょっと恥ずかしくて、いいお父さんだなって僕は思ってます。続いてはアメリカの大企業で働いたこともある森岡への相談。ご相談ございますか？はい。じゃあ真ん中の席の小林さん。自分一応高3年生で、受験期真っ只中なんですけれども、はい、一応自分の夢がNBA ってご存知ですかね、とアメリカのバスケットボールの、はい、そこのスポーツトレーナーという職業になりたくてアメリカの方に行きたいんですけど、それにあたって自分が、今の自分とその自分の将来のなりたい自分っていうのが結構ギャップがあって、留学したいけど、はい、一歩踏み出すのに自信がちょっとつかなくて。NBA のトレーナーという夢を叶えるためアメリカ留学を考えているのだが、今の自分に自信が持てず、その一歩が踏み出せないでいる。しかも書類提出の関係でアメリカ留学か国内の大学か9月中に決断しなければいけないという。今聞いてた方も、もしかしてテレビの向こうにいらっしゃる方も、そんなんやりゃいいじゃんって思った人いるかもしれない。でもね、これご本人にとってはね、これものすごい大きな悩みなんですよ。で、自信がないって今表現をされたけども、実はもうちょっとその言葉の裏側にある思いは深いのかなと思って、僕なりに今そう感じたんですけど、そのスポーツトレーナーの方がどういう仕事で具体的にどういうことをやってるかみたいなのは結構調べたりイメージがついたりしています、今の段階は。はい、結構いろんな方から説明をいただいてるんですけども、いかにその職業が難しいのかっていうのをどんどん自分が理解してきて、難しい挑戦なんだっていうのが自分の中で出てきて、自信がどんどんなくなってきちゃってるっていう。なるほどね、はい、これはね、
わかるな。そういうギリギリのところで、そう、人それぞれギリギリの内容は違うんだけど、ある2つの今パラメーターが小林さんの中でギリギリの戦いをしてるんですよ。このギリギリの正体をちょっと先ほど言ったその人間の、脳の働きからちょっと考えるとですね、やるかやらないか、この迷いを論理的に整理することでギリギリの正体が明確になり解決に導けるという。このギリギリはまあバランスで決まってるんですけど、一個はまあ簡単に言うと不安、もう一個はやってみたい挑戦してみたいっていうこの欲求とこのまあ不安の間のやり取りなんです。でもし欲求が不安を上回ればやるんですよ、あるいはこの不安が減ってくれたらやるんですよ。自信がないから物事ができないんじゃないんだと思うんですよ。ちなみにね、物事自信がついてから何かをやるっていうことは多分ないから、人生わかります。そのやってみて初めて自信はつくものなので、フィジカルトレーナーって仕事をね、自分がちゃんとできるっていう自信をやる前から持ってる人はだいぶやばいので、なので、ね、そこに自信がないのはまず自分は正常なんだと思ってください。 あと不安がものすごく出てきたっていうのは、これ知性の裏返しです。これやってうまくいかなかったらどうなるかなって考えるんですよ。でこれ目が不安なんでしょ、はい、でこれはねちゃんと知能が機能してるんですよ。これあったらやばいかな、あれあったらやばいかな、やばいなやばいなって未来を予測する力があるので、十分に賢くて、あるいはそれに匹敵するぐらい十分やってみたい勇気を持ってるんで、実はこのね知性と勇気の今綱引きでもあるんですよ。ということでこのバランスをどうやって崩すかなんだけど、ねこれはっきり言ってここを増やしたら、他の道すぐ行けるよ、楽よ。不安が欲求より大きくなると行動できなくなってしまうが、逆に不安が小さくなれば行動する勇気が持てるようになる。森岡がその方法を教えてくれる。ここで出さなくちゃいけない答えは、不安の内容を因数分解することだと思うんですよ。これ結局うまくいかなかった時に何が怖い？留学がそもそもすごいとてもお金のかかるもので、お母さんが結構応援してくださってるんですけど、その期待に応えられるのかなっていうのが自分の中であって、わかるわかる、費用これ払ってくれる親のね、はい、いやね、もう今ねもう円安なんですよ、めちゃくちゃなんだよねこれ留学めっちゃ高いよねこれただね、親っていうのは先ほども出たけど本当にあの切ない生き物で、子供のためなら何でもするぞっていう親御さん多い。分かってくれてる。でもね、その思いは分かってるがゆえに、それ結果出せなかったらそのお金とかこれどうなるんだろうっていう思いね、親孝行だな、分かった分かった、これ一個ね。他ある？他にあと日本が治安がいいっていうのもありますけどそのなんか何ですか、打たれたりっていうか、言っちゃいけないかもしれないですけどなるほどね、ちゃんとはい生きて帰ってこれるのかなみたいなっていうのが、なるほどね、はい、ちなみに僕はアメリカに行った時には一般の方が銃を抜くシーンは一度も見たことがございません。はい、ただ他ありますか？他にはやっぱ言語の違いですか、ね、言語ね、なるほど、はい、ちょっと私これ一つ一つ私がもうちょっと分析していいですか？はい。漠然とした不安は分解して考えることによって明確な課題に変わる。不安が課題に変われば行動する勇気も湧くはずなのだ。言語今できない？十分にできない？喋れるぐらいは大丈夫です。なるほど、はい、いいね。ちなみに僕も英語話すんですけど、はい、ジャングリッシュって言われてます。日本人の話す英語です。で大人になってから英語を話すと言いたいことは言えるよ、はい、でアメリカ人と僕何回もディベートしてて負けないよ、絶対に負けない。アングロサクソン言い負けないのは森岡だって言われてたんで前の USA で会社僕雇った理由は、前の社長アメリカ人だったんだけど、お前アメリカ人と戦わせても口喧嘩で負けないと初めて思ったからって言ってくれて悲しかったですけどねいやそれいいんだけど、これ身につけるなら若い方がいいです。これが今不安なのが、これがプラスになったら素晴らしいよね。生活の違い、はい、これね、実に日本国内でもあちこち住んだり環境離れたりいろんな思いするよ。
なので、ただ向こうと文化の差とか生活習慣が違うとか、あと一番あるのは日本があまりにもこうサービスが行き届いているので、日本は本当お客様神様と言われながら、ものすごく大事に緻密にもうきめ細かいサービスに僕ら甘やかされているので、向こうの人の店員がはいってこう投げたり、飛行機の中であのピーナッツくれませんかって僕がくちゅって丁寧に頼んだら、向こうがピーナッツが投げて飛んでくるキャッチみたいな、そういうことあったんですよ。あ、これ文化が違うんだみたいな、そういうのイラ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 、いちいちイライラするとかいうのがあるよ。ここ何なんだここはと思ったけど、こんなのね慣れます、大丈夫、それもね大丈夫。これですよね、一番投資が回収できるのかってことですよね。これはね、はっきり言ってやってみな分からんわ。でも賭けに挑戦しようと思ってる息子を親なら何としても支えたいって親は思うと思う。みんなそう。できるだけ親に負担かけないようなやり方で行くことは頑張らないといかんと僕は思うけれども、でもやっぱりね、親のすねはかじれって僕言いたいんですよ親のすねはね、かじるためにあるんです。はっきり言ってそれはね、親はねすねかじってほしいと俺は思ってる。まあ出ないものは出ないんだけどね。だけど小林さんが自分の人生で見出したやってみたいことに挑戦させてやりたいと思う親の欲求の方が強いと思うわ。なのでこれがやってみたいことだったらやるべきなんですよ。これがほんまにやるべきか引くべきかの判断の一番シンプルな決め方ちょっと教えちゃいましょうか。これ小林さん、あと何十年後かに、まあ半世紀以上経って平均寿命ぐらいでもし天国に旅立つ日が来たと思いますよ。これその時にやらってなかったとして悔いが残るだろうかって考えてみてください。これ悔い残るなと思ったらやった方がよくて、でこの道突き進んでそこで見えてくる、それで努力を重ねて宿泊七点抜刀しながらたどり着く新しい自分っていうのをやっぱりゲットした方がいいと思う。それが今望む本当のベストのゴールとは限らないけれども、その方向に向かって人生を動き出すと思う。でそれね、そこまでじゃないかもな、あるいはこれ悔いが残るとまでは言えないなって思うんだったら引いてもいい問題なんですよ。でこのジャッジメントで少なくとも納得ができる自分の選択っていうのを確認して一歩一歩歩んでいけばいいんじゃないかなと思います。でここの不安の要素を分解して、それはそんなに大事な問題かっていう、でこれまとめますよ。死なないじゃんこれ死なないですよ、大丈夫って、死なないって。これね、挑戦した結果仮に思ったような結果が全然出なくて、自分の中で思い通りにいかなくて失敗しちゃったとか思って帰ってきた時にも、この経験は必ず何かの役に立つんで、そこからまた違う世界が見えてると思うんですよ。でその時に、でもあの時俺は人生で悔いが残ると思って挑戦したんだから、納得ができる人生ですよ。でこうやってより自分を強くしていく。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。いいなと思うね。本当そういうことがさ、選べるのが皆さんの特権なんですよ。もう今からいろんな方向に選べるじゃないですか。失敗を恐れる必要はない。勇気を持って行動すれば、なりたい自分にきっと近づける。森岡の根底にこの考え方があるからこそ、世界初のテーマパークイマーシブフォート東京や、沖縄北部に総事業費700億円の巨大テーマパークを作るなど、失敗を恐れず新たな挑戦を続けられるのだ。続いてはどの世代にもよくある人間関係の悩み。次の方どなたかいらっしゃいます。はい、関口さん。はい、千葉県にある木更津総合高校から来ました。木更津ですか。来ました。一度旅行に行かせていただきましたいいとこです。ありがとうございます。そのバドミントン部で部長を務めているんですけど、はい、そのみんながきつい練習をやるときに、その部長なのでそのちゃんと練習やろうよとかファイトとか声かけをしなきゃいけないんですけど膝の靭帯っていうのを切ってしまって、その練習に参加できないので。部長として部員を引っ張っていきたいが、関口さんは怪我で練習に参加できない状況。
今の自分には説得力がないのかも。そう思うと何も言えなくなってしまうという悩み。ちなみにお怪我の方はもう治られた？まだ練習に徐々に参加していいよぐらいになってきて、はい、ということはほぼほぼじゃあ今から作戦考えるベストのタイミングですね。なるほどなるほど。最強のマーケターが導き出した会社でも家庭でも使える人に動いてもらう方法とは。2つ選択肢がやっぱりあって、まあ、どっちか選ぶことですよね。それは関口さんにとってこの部活をやる目的が何なのかによって決まると思うんですけど、みんなともっと上手くなってもっと勝ちたいっていうそのかなり努力が伴う道で進みたいって思ってるのか、それともみんなと仲良く和やかに過ごして仲良くなれればいいっていう目的なのか、これどっちを選びます？私は大会で結果出したりみんなで努力して上手くなっていきたいなと思ってます。なるほどね。それだったら結構答えはクリアですがね。私もね、その例えば刀という会社の、今代表をさせていただいていて、その会社のまあトップポジションなので、そういう意味では結構似た関係にあって、僕まあもちろん怪我はしてないんだけど、その現場の苦労を知らない、実際やってないからそんなこと言えるんでしょう的な視線がやっぱり来る構造にあるわけですよ。でそういうことを言ってなんか腐ったりする、そういう仲間は僕の周りにはおかげさまでいないんだけど、それでもやっぱり強く言わなくちゃいけないことはあって、この言葉を僕はちょっと今日お伝えしたいんですけど、本当に優しくあるためには冷たくならなくちゃいけない時があるんです。 To be nice, to be cool っていう言葉なんですけど、そのナイスであるためにはクールになれって、これがね、リーダー全員が持ってなくちゃいけない。だからリーダー辛いんですけどね。たとえ嫌われてもいい、むしろ嫌われている方が正しいですよね。本当に正しいことをやり続けたら嫌われるものなんですよ。でだから本当に言わなくちゃいけないことを言わない人は、あるいはその場を和やかになんとなく問題なくまあまあまあで過ごさせるために、優しいことしか言わない人は本当は優しいんじゃなくて、人に優しいんじゃなくて自分に優しい人ですね。自分が辛いのが嫌だから。で自分が辛くない道を選びますか、それともみんなのために自分が辛くなる道を選べますか。この後者を選べる人を僕はリーダーだと思うんです。ではリーダーはどうやって人を動かすのか。実は人が自発的に行動するようになる森岡流の方法があった。森岡さんの場合リーダーとしてどんな工夫をしてやっていますか？そういう時ですか、はい。一番大事にしていることが何なのかっていうのは、みんなで目指す目標が何なのかっていうことを明確にすることと、その目標というか、まあ目的って僕は言うんですけど、目的がどれだけ魅力的なのかっていうのをみんなが頭の中で思い描くようにすることかな。これね、こういうことですね。まだ皆さん大学受験に使える単語なので、エンビジョンという言葉なんですけど、これをエンってこう入れるっていう意味なんだけど、人の頭の中にビジョンを入れるっていう、人の頭の中に絵を描くんですよ。森岡が人に動いてもらうときに最も心がけているというエンビジョン、それは頑張った先に待つ魅力的な未来を頭に思い描いてもらうこと。例えば部活動だったらね、僕だったらですよ、何年後にさ、あの大会でさ、私たち表彰台の一番高いところに立ってみんなで喝采してたら気持ちいいと思わない？その帰りさ、みんな居酒屋によってビール飲んだらダメですよ。自分の頭の中でエンビジョンしてごめんなさいね、飲んだらダメですよ。いいですか？例えば前僕があるプロジェクトで大変だった時に、今大変だけどさ、何々さんって半年後さ、この部屋でこの席に座ってあなたと僕はふにゃららという美味しい、シャンパンを開けてツーインしてるんですよって、で多分今からうまくいってる時の間ね、この困難とこの困難とこの困難を3つ克服しないとそこにはたどり着かない
ですよねって、この3つも克服できた時の喜びってどんなもんだと思いますって、それって今ここの目の前にある苦労に値しませんかみたいなことをよく言いますよね。でも具体的に具体的に具体的に何時何分何秒に僕は線を抜いてその時の音聞こえますかみたいな話しますよ。で頭の中でそこに魅力的な目的があったら目的でつながることで人は動き出すですよね。なので命令してあれやれこれやれっていうよりもその人にとってそれが取りたいものになったら僕と目的が同じだったらこっちの方がいいんじゃないですかって言ってくるようになるし、いや僕はあっちの方がいいと思うんですけど対等に議論になってくるし、突然ねなんかこの部下上司の関係じゃなくてこの仲間になるんですよ。対等な関係になれる、同じ目的を狙う仲間が増える、で仲間をどんどん僕は増やしていく、そのために目的を明確にして目的を魅力的に語るっていうことを心がけてますかね。大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。続いては新山千春の娘モアさんの悩み。私は小学4年生の頃からダンスをやっていて、将来の夢がこう海外でも活躍できるプロダンサーになることなんですね。はい、なのでこう卒業後はアメリカとかの本場のダンスを学びに行きたいと思っていて、はい、プロダンサーになるため高校卒業後アメリカに行く決断をしたモアさん。しかし心に傷を負った過去が。こう人間関係についてなんですけど、こう中学校時代にこう SNS をはじめとしたいじめにあったことがあって、はい、でそのほぼクラス中からこういじめを受けて学校に居場所がなくなって転校したってことがあって、はい、中学校の時ね、その自分が周りにどう思われるのかなとか気にするようになってしまって、将来プロダンサーとしてやっていきたいんであればこうコミュニケーションってすごく大事な職業なので、こうその過去がよぎった時になかなか自信が持てなくなることがあって、それは辛い体験だったね。それは多分本人にしか分からない本当に苦しさがあると思うし、多分転校までしたならお母さんもご存知だったと思うし、本人にしか分からない苦しさを見ながらお母さんもしんどかったでしょうね。本当に大変だったと思います。いじめを受けた経験から人にどう思われるのかを気にしすぎるようになってしまったモアさん。将来の夢であるダンサーはグループで踊ることもありコミュニケーションが大切だが、人に本音や意見を言うことに恐怖を感じてしまうという。最強マーケター森岡はこの悩みにどんなアドバイスを送るのか。僕はその方面の専門家ではないんです。ただ、私自身が自分の中で苦しかったこととか失敗した時にどういうふうに自分が、折れ切らず蘇ってきたかとか、そういう自分の経験の角度からちょっと今の質問に答えさせていただこうかなというふうに思います。実は僕にもいっぱいあって、それが結構裏返すと過去のトラウマにつながってるんですよね。で僕の場合はね、皆さん気づいたかな、僕ね喫音症なんですよ。結構ひどい喫音症なんです。家業とか作業とか他業とかがカカカカカとか、なんか自分が言いたい音は頭の中に鳴ってるんですけど言葉に出ないんですよ。出なくてももももも森岡とかいうのになっちゃうっていうのが結構ヘビーでシビアで、実は今もね油断したらそうなるんです。今も言ってダブったでしょ、油断したらそうなるんですよ。で、友達、子供って残酷なもんで、なんかね真似するんです、僕の喋り方をね。で僕は別に好きでやってるわけじゃないのに、で子供的にはすっごい嫌なんですよね。で僕も上手に喋りたいし、あんまり言われるのが嫌だから、なんかそういうのが、そう心の中の抵抗であった時期は結構長かったんですけど、でこれ結局喫音症自体は僕はあんま治ってないと思ってます実は。ただ、症状がだいぶ緩和したんです、ある一点を超えてから。実は森岡にも喫音をからかわれ人と話すことが怖いと感じていた過去が。しかし恩師の一言で一気に心が軽くなり、
人前で堂々と喋れるようになったという。僕は小学校の高学年の時に出会った先生が言ってくれたんだけど、お前その詰まって喋ってしまって何が困んねんって、何が問題やって、何が心配言うてみって、いやみんなに笑われるって言って、だから何やねんって、笑われたら何やねんで、先生はな、お前俺面白いこと考えるのよう知ってんねんって、先生お前の何考えてるか聞きたいわ、でお前みんないろんな人を勝たせたり、運動会の時とか騎馬戦の作戦考えたりとかめちゃくちゃ好きで、そういう時にはお前詰まりながらも喋っとれないかって、喋りたい時喋んねやろって、喋った結果どうやってチーム勝つやろ、楽しいやろって、その方が良くないって、お前が喋ることによって、他の人が、あそれいいなとか、いいなと役に立つことはあるわけだから、別にそのたとえ笑われようが何だろうが、実は周りはお前の発言に価値があるっていうことは分かってんねんでって言われて、お前だからな、上手に喋ろうと思わんでいいって、お前頭の中で思ってるお前が信じることを喋ろうと思って喋れって、結構これってね、いいアドバイスだったんですよ。なんかね、何がポイントかっていうと、上手に喋ろうと思わない、上手に喋れないから、僕は吃音症だったから、だから腹の底で信じてることを伝えよう、腹の底で信じてることを喋ればいいんですよ。で例えば僕がね、これ詰まってさ、もうって100回繰り返して止まっても、で僕はそこで緊張で仮に恥ずかしくてこれ吐いちゃったとしても死なないじゃないですか。それでもたとえ吐いちゃってみっともなくなっても、でも僕は今質問してくださった内容に対して僕は真剣に答えることの方が僕にとってはより強い目的だから、自分のトラウマを超えるやっぱりさっきの欲の強さが僕にある、伝えたいもの伝えたいって欲が勝るんですよ、トラウマに。なので例えばね、グループとして何かを表現するときにはグループ内の意思疎通ってめちゃくちゃ重要じゃないですか。より良いものを作るために言いたいこと言わなあかんし、言いたいことよりも言わなくちゃいけないことを言わなくちゃいけないよね。その時に、ああ人間関係がとか昔のことってなった時に、ちょっとそのなんかね、それを昔のことを思い出して辛いっていうことを思うなって僕は絶対に言わない。それはね、思っていいんですよ。それ感じるなとか感じないようにしろっていうのは無理です。もう感じてんだから、そう思った瞬間にいいんですよ、感じていいんです。でもそれよりも大きな目的があるっていうところに意識を向かわせる、そっから勇気が生まれてくると思うんですよ。たとえその昔のことを思い出してなんか言われたら嫌われるかなとか、ああいうこともあったかと思っても、でもこの表現を今みんなで作りたいって思うから、話すってなったらどういう反応が来ようとも自分にとって正しい目的のために行動ができたっていう自分をなんか自分で受け止められるようになるので、次やるときにはもうちょっと楽に同じようなことができるようになるんですよ。だんだん大丈夫体験と、欲が勝る体験があるんで、もうくったくなくわーっと友達に行ける人にはならないかもわからない。もうそんなら必要ないじゃないですか。必要なことを相手に伝えられることで立派なダンサーになれますよ。それで十分じゃないですか。それでいいんじゃないですかね。足かせにならないようには少なくともできる。僕の吃音が私の人生の可能性を奪わないところまではなんとかなったように、きっとなるんですよ。なるんです。でなったら、あの時の体験があってよかったなって多分思えてると思う。僕ね、吃音がなかったらこんなに皆さんの前で喋るようなことは僕ならなかったと思うんですよ。吃音にコンプレックスがあったから、この自分の特徴を乗り越える方法で悩んだから、あの先生の言葉の意味を理解できた。ちっちゃかったけどね、まだ。あ、腹の底で信じてることを喋れば、どんだけ喋るのが下手くそでも詰まってもいいんだと思えたよね。そのなんか道を手繰り寄せながら、まあ、僕なりに僕になっていったんです。また集中切らしたらすぐどもるけど、でもそれいいんですよ。ああ私こういうとこあるわでいいじゃないですか。そういう自分も認めてあげましょうよ。そういうことがあっても、今ダンスの道っていうこの勇気を持とうとしているなんかモアさんの未来には、それが克服できているなんか状態を僕はとてもなんか期待しますけどね。それなんか僕見えるような気がします。僕はそう思います。頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい。自分のなりたい姿を強く意識する、それが困難を乗り越えていく人生の歩き方。撮影後、
森岡の周りに生徒が集まってきた。一回しかない人生なんで、皆さんが思ってるよりも、いろんなことは叶います。だから自分を過小評価しない、やれるはずだっていう前提から入った方がいいと思う。それ若さの特権なので。で、仮に失敗しても大丈夫、死なないから頑張ってくださいね。ありがとうございました。